メルハバ、南トルコエーゲ海ライフの海です。今日はトルコの家庭料理シリーズとしてハンバーグを作っていきたいと思います。トルコのハンバーグって日本のハンバーグみたいにこうソースをかけて食べるような感じじゃなくて、スパイスと一緒に練り込んで作るんですよね。なんかそんなスパイシーなハンバーグはそのまま、焼き付けていただくスタイルになってます。キョフテって言うんですけれども、結構いつ日本で作ってもなんか好評でみんなが大好きな味なんですよね。なんかスパイシーで癖になるというか、そんなトルコのハンバーグキョフテを作っていきたいと思います。それでは早速トルコのスパイシーなハンバーグキョフテを作っていきたいと思います。材料からなんですけれども、まず必要なのは牛のひき肉です。これ合いびき肉で日本でも作ったことあるんですけれども、でもやっぱ牛ひき肉が本格的な仕上がりにはなります。あと玉ねぎ一つと卵一つ、あと、イタリアンパセリとディルをたっぷり使います。そしてスパイスなんですけれども、おなじみのパプリカパウダー、パプリカパウダーと、あとクミンですね、クミンパウダー、あとは塩コショウ、これだけになります。ではでは早速、これは、牛ミンチ、これ今測ったら 400g あったんですけど、私いつもまとめて作って作り置きしているので、ちょっと今日はいつも今日というかいつもなんか量は多めに作ります。 400g です。そしてまあ玉ねぎ、まあ、この半分の、ひき肉の場合でも玉ねぎは一玉入れたりしますね。我が家は玉ねぎをみじん切りではなくてここですりおろします。ひき肉にすりおろし玉ねぎが一つ入りました。そして、どんどん、まあ、材料を入れていくって感じなんですけれどもね、イタリアンパセリとディルを、みじん切りにして入れていきます。なんかディル入れる人ってあんまりいないかもしれないけど、このイタリアンパセリは、入っていることが多いですね。で、これを細かく切っていきます。そして前田の酢、イタリアンパセリですね、を細かく切って入れていきます。そして次はディル、ディルも同じように、パセリのように細かく切って入れていきます。なんかキョフテってね、なんか本当によくある家庭料理なんで、いろんなスタイルがあるんですよね。まあ、家によって家庭によって味が違う、まあ作り方が違うんですけれども、家のキョフテはエビキョフテって、エビって家なんですけど、あとカサップキョフテっていうのがあって、カサップって肉屋のことなんですね。肉屋のキョフテは、肉肉しいってそのままなんですけど、何が違うかっていうと、重曹を入れてるらしいんです。重曹を入れるとなんか弾力のある仕上がりになるらしくて、確かに肉屋のカサップキョフテはそんななんか弾力のある感じですね。そしてあとは組閣キョフテ、組閣ってストリートなんですけど、
道端でこうパンの間にキョフテ挟んで、エキメキ荒らすキョフテって言うんですけど、まあパンの間にキョフテみたいな、そういうのもあります。はい、そしたらディルも、ここに細かく切ったディル入ります。したらここに、入ってない材料はあと卵だけなんで、卵もパサッと入れます。はい、そしたら材料が全てここに入ったっていうことで、あと入れるのはスパイスですね。スパイスは、おなじみのパプリカパウダー。パプリカパウダーは、どれぐらいかな、大さじ2入れます。もしこの、ひき肉を、まあ、250g とか 200g とかで作る場合は、パプリカパウダー大さじ1で十分です。クミン、クミンが小さじ1くらいかな。で、あと塩コショウです。はい、スパイスも入りました。見てください、この、スパイス入りな感じ。これがトルコスタイルです。で、これを豪快にですね、手でこねてきたいと思います。これは、エビスタイル、エビキョフテ、家のエビって家なんですけど、なんかね、トルコ本当に不況なんで、こう組閣キョフテ、ストリートのキョフテもだんだんこうパンに挟まってる、このキョフテの大きさがもうすごいどんどん小さくなっていってて とか、もう、あとね、なんか最近ニュースになったんですけど、なんかマクドナルド、なんかトルコのマクドナルドの新メニューで、ドゥルムっていう、薄い生地の、パンをこう巻いて食べるスタイルがドゥルムっていうんですけど、なんかそのドゥルムでこう肉入りじゃなくて、ポテトドゥルム、じゃがいもを巻いた、フライドポテトを巻いたドゥルムが売り出されたりとかして、なんか、すごい不況やなってみんな話題になったりとかしてましたね。もう物の物価の値段の上がり具合がすごいんですよ。今後どうなっていくんでしょうね。はい、それで、キョフテの種を、手でこねてまとめました。で、これはですね、なんか餃子みたいに少し種を休ませた方が味が馴染んで美味しいので、サランラップをして冷蔵庫で少し休ませます。まあ休ませるっていうか、この後成形して焼くだけなんですけどね。ちょっと、成形する前に、休ませた方が味が馴染んで美味しくなります。じゃあ冷蔵庫で休ませます。じゃあキョフテなんですけど、まあ、冷蔵庫で2、3時間休ませて、キョフテを、丸めていきたいと思います。まあ、このキョフテなんですけど、日本のハンバーグみたいにこう大きいサイズじゃなくて、結構トルコのキョフテってこじんまりしてます。こんな感じ、これぐらいのサイズです。まあ、これをどんどん、成形していきます。これでね、だいたいこじんまりしてて、だいたいレストランとかだと6個で1人分みたいな、1人前っていうぐらいかなっていうパターンが多いですね。
んな感じです。こんな感じでどんどん、丸めていきたいと思います。はい、キョフテはこんな感じで、丸めていきました。これは、冷凍保存もできます。まあうちは結構あのこんな大量に作って、冷凍保存してます。じゃあ早速これを焼いていきましょう。フライパンにオイルを入れて両面こんがり焼いていきます。出来上がりました。今日の晩ご飯です。一緒に添えたのは菊芋のポタージュになります。そして、副菜ですね、長ネギのオリーブオイルの冷菜なんですけれども、こちらはトルコの家庭料理シリーズ副菜シリーズにてご紹介していますので、そちらもよろしくお願いします。はい、もう一つ番外編です。また別のスタイルのキョフテの食べ方になります。この食べ方もとっても美味しいので、ぜひ参考にしてみてください。たっぷりのバターにパンをこんがり焼いていきます。そして添えるのはクリーミーな水切りヨーグルト。焼き終えたキョフテの油が残ったフライパンでパプリカパウダーを炒めていきます。そしてこれで美味しいソースが出来上がります。キョフテにヨーグルトを添えるターキッシュスタイルです。アオフィエトースーン。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。